はい、こんにちは、吉田です。現在いますのは栃木県の県庁所在地、宇都宮市の宇都宮駅です。今回は宇都宮から東北新幹線に乗車し、大宮を目指します。乗車しますのはやまびこ220号東京行き。秋田新幹線として使用されている E6 系車両を連結している珍しいやまびこ号ですので、栃木のお土産グルメを味わいながら乗車したいと思います。それでは早速改札に向かいましょう。では構内に入っていきます。そしていきなりですが、反対側の出口、東口に向かいます。宇都宮では2023年夏に LRT ライトレールトランジット、平たく言えば路面電車となりますが、その開業が控えており、東口にはその停留所が設置されています。こちらの LRT 宇都宮駅東口停留所から芳賀高根沢工業団地停留所まで 14.6 キロを結ぶ路線です。まだ開業前ということで停留所に降りることはできません。宇都宮駅東口停留所は終着地点ということなので、車止めのコンクリートも設置されていますね。 LRT の開業に伴い、宇都宮駅東口も新しい施設の営業が始まっていて、活気にあふれているように思います。福島県を中心に東北地方南部と関東地方北部で展開をするスーパーヨークベニマルや、宇都宮に本社がある小島電機もあります。小島電機は現在はビッグカメラの子会社となっています。と、少し宇都宮駅東口をうろつきまして、新幹線の到着時刻も迫ってきましたので、新幹線改札に向かいましょう。新幹線改札前にやってきました。乗車しますのは20時47分発やまびこ220号東京行き。自由席は1から4号車と12から17号車となっています。 E5 系の車両が1から10号車、今回乗車します E6 系車両は11から17号車となっています。それでは改札を通過していきます。そして改札内のニューデイズにて、お酒と栃木県のお土産グルメを購入していきましょう。ということで購入が完了しました。新幹線の到着までまだ少し時間がありますので、待合室にて早速開けていきたいと思います。まずいただきますのはこちらのレモン牛乳。なんとも言えないクラシックな感じのパッケージが特徴の栃木県発祥の飲み物です。ではストローを刺していただいていきます。想像よりも甘さが控えめですが、ほのかにレモン風の酸味があって美味しいですね。ごくごくといける味です。こちらのレモン牛乳、実は一度も飲んだことがなかったのですが、仕事終わりで喉が渇いているまさに今だと、とても美味しく感じますね。パッケージには広告欄ということで、レモン牛乳の正式名称やルーツについても書いてあります。いやー、想像よりもはるかに美味しかったですね。 500ml をあっという間に飲み干してしまいました。新幹線の時間も迫ってきましたので、ホームに上がっていきましょう。ということで新幹線ホームに上がってきました。1から4号車の E5 系の自由席の位置に並んでいる方も多くいらっしゃいますね。吉田は後方の12から17号車の自由席車両の方に移動をしていきます。宇都宮駅の新幹線ホームの駅名案内板は、漢字よりもひらがなの方が大きく描かれています。これって珍しいんですかね。もしこのあたり詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄にて教えていただけますと幸いです。そして停車駅が少ないはやぶさ号が宇都宮を通過します。まもなく4番線にやまびこ220号東京行きが17両編成で参ります。黄色い電池ブロックまでお下がりください。そして乗車しますやまびこ220号東京行きが到着です。緑色にピンク色の帯が特徴の E5 系車両を先頭に、続いて赤色が特徴の E6 系車両が連結されています。新幹線の行き先表示にはもちろんやまびこの表記です。
確か朝の時間帯だったと思いますが、1日数本ですが、那須野号という東北新幹線の各駅停車の種別でもこちらの E6 系が使用されることもあります。では乗車していきましょう。新幹線は宇都宮を出発し、次の停車駅小山駅を目指して進んでいきます。今回は自由席の17号車に乗車をしますが、車内はとても空いていました。席も選び放題です。座席シートは秋田小町に代表されるお米の稲穂をイメージして黄金色となっているそうです。通路にもこのように稲穂が描かれています。ちょっと光が反射して見えにくいですね。席について少し落ち着いたところでビールをいただいていきたいと思います。今回いただきますのは丸くなるな星になれの札幌黒ラベルです。ニューデイズで九州沖縄フェアをやっており、限定の熊本復興応援ラベル缶となっています。では開けていきましょう。それではここまで見ていただいた視聴者の皆様、乾杯。いやーうまい。仕事終わりのビール最高に染みますね。思わずすぐ二口目もいただいてしまいます。そして新幹線は栃木県を南下しまして、少しずつスピードを落とし小山駅に入っていきます。小山駅では後から来るはやぶさ号の通過を待ちまして出発していきます。次の停車駅は埼玉県に入りまして大宮です。いつもながらこちらの大宮駅で下車していきます。ここでビールと共にいただくおつまみを開けていきます。いただきますのは岩下の新生姜のツナウマ揚げです。全国的にも人気の岩下の新生姜は栃木県栃木市に本社があります。袋を開けますとこのようなおせんべいになっています。ではいただきます。こちらの岩下の新生姜のツナウマ揚げ、何度もリピートして食べているのですが、今日も変わらず美味しいです。岩下の新生姜のパウダーが効いていて、どんどん食べ進めたくなりますね。ビールも進みます。いやー香りもサクッとした食感もよく、どんどん食べてしまいますね。夜なので景色が分かりにくいですが、新幹線は埼玉県に入っています。変わらず岩下の新生姜ツナウマ揚げをいただきながら、仕事終わりの一杯を楽しんでいます。新幹線から見える車窓も明かりが増え、マンションが多く見えるようになってきました。時折新幹線の線路沿いに見えますのは、埼玉新都市交通ニューシャトルの駅となっています。岩下の新生姜ツナウマ揚げを完食し、札幌黒ラベルも飲み切りまして、下車駅の大宮に到着です。乗車してきました赤いやまびこはこの後上野を経由し、終点の東京駅まで走行していきます。新幹線を見送ったところで改札に向かいたいと思います。今回は宇都宮から大宮まで希少な赤い山彦に乗車し移動をしてみました。 E6 系車両に気軽に乗れる手段でもありますので、 E6 系に乗りたいという方はぜひこの山彦220号狙って乗ってみてください。引
き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。